はい、こんにちは、ブルーフォースです。今日は認知の歪み40選という話をしていこうと思います。まあ、40個も一つの動画に、収めて書こうと思うと、なかなかなボリュームになっていくところですので、今回は前半パートと後半パートの2日間に分けてご紹介をしていこうというふうに思います。で、認知の歪みって一体何なのかっていうと、メンタル悪化の原因になるもののことを言ったりします。で、例えば認知の歪みとは、自分で自分に下している評価と、それから現実が違うということを言ったりします。だから私はこう思ってるけど世間はそう思ってない、世間はこう思ってるけど私はそう思ってないっていうようなことをですね。で、この乖離が大きかったりとかずれていたりすると、当然自分の思うような生活とか仕事を送ることができないんで、メンタルにとって良くないよねっていう話です。で、今日は合計40個話がありますんで、今日20個とそれから明日20個っていう前後半に分けて紹介をしていこうというふうに思います。で、リストを見て自分が当てはまったものがあるなということであれば要注意というところですので、そういうのに自分が罠を陥ってないかなっていうのをぜひ照らし合わせてみていただけたらと思います。ということで、今日は前半まず20個やっていこうと思います。バンということでね、下にバーッと流れてるのを見たらすごい多いなっていう感じですね。1つ目が個人化っていうものですね。例えば、何でもかんでも自分のせいだと考える思考ということで、例えば仕事であなたがミスをしましたってなった時に、仕事のミスでうまくいかないっていうのはもう自分のせいなんだと、全部仕事のミスは私のせいなんだみたいなね、ことを個人化って言ったりします。だからこう自己責任能力があまり異常値を刻んでるみたいな人なんかっていうのが個人化っていう感じですね。で、本当続いて2つ目に、今度は反対に外部化って言って、自分じゃなくて何でもかんでも他人や環境のせいだって考える思考のことですね。例えば自分がいい大学に入ることができなかったのは親の育て方が悪かったからとか、こんな職場じゃ俺の才能を生かすことができないというような感じですね。ボーナスの額が低いのを見て、いや職場が悪いからだってサバイメたりサバイたりするタイプです。それから独身、結婚しない男っていうドラマが流行りましたけれども、一人で、生涯を過ごしていく、違う、読む心、はい、漢字を間違えるな、しょうもない、くだらない。で、他人が思ってそうなことを勝手に推測するっていうことですね。だから、本当は相手はそう思ってないんだけど、あいつは私のことを嫌ってるんだって勝手に思い込んじゃうっていう感じですね。それから4つ目はラベリングですね。相手から自分に対する評価から逆で、他人や自分にレッテルを貼る思考、特に相手に対してっていうのは結構多いパターンだったりします。例えば、あいつはバカだとか、俺は最低なやつだって、じゃあ、その人がバカだっていう根拠や、あなたが最低なやつだっていう根拠どっから来んのっていうと、結構感覚的だっていう話が多かったりします。それから5つ目に白黒思考ということで、これは何事もいいか悪いかっていうのを決めないと判断が気が済まないというタイプですね。例えばダイエットに失敗したらダメ人間とか、稼げないやつは終わってるみたいな感じですね。だから逆に稼げるやつは成功者っていうものですし、お金稼いだら成功者かどうかっていうと、実は家族も友人も誰もいないっていうのが果たして成功者と言えるだろうかみたいな感じですね、本来はね。だけど稼いでるから成功してる、稼げてないから終わってるっていう白黒をはっきりつけたがるっていう、そんな感じです。それから6つ目にすべき思考っていうのは、自分で決めたルールに縛られている状態のことを言ったりします。例えばドラマとか漫画で見た主人公に憧れて、誰にでも優しくしなくちゃいけないとかですね。それから挨拶するときは必ず立ち止まってすべきだみたいなところなんですよ。この挨拶立ち止まってすべきだっていうのは、社会人になっておかしいことだなって気づいたんですけど、高校の時にね、部活の顧問が挨拶は目上の者に対しては必ず立ち止まった挨拶をしなさいみたいなこと言われたんですよ。で、社会人になってこう先方とか社内の人間とかに、先輩とかね、上司の人に立ち止まって歩いてる時に、お互いその向こうから歩いてきてるって時に、おはようございますって言って立ち止まってきちっとやつとしたら、そこまで堅苦しいの、気持ち悪いからやめてって大体言われるっていうね、多分 90% くらい言われたんで、高校の先生の教えはいかにこう社会人としてこう気持ち悪い不自然な行為かっていうことを気づかせてくれたっていう、そんな出来事もあったりしました。そんな話はどうでもいいとして、続いて永久思考っていうものですね。これは今の起こっている問題が永久に続くって考えてしまう状態のことを言います。自分は何もできないまま人生が終わってしまうとかね、この苦しみはもう死ぬまで続くんやみたいな、そんな感じですね。はい。それから拡大化ですね。
で、一つの問題が他のエリアにも広がって考えてしまうっていう状態です。例えば自分の行動が全部社会の問題につながっていると。例えば自分がちょっとマイナスなことを考えているっていうのは、実は SNS の炎上問題とか、なんかこう、誹謗中傷につながっちゃってるんだっていうふうに考えてしまうっていう、そんな感じですね。それから否定的な予言。根拠もなしにネガティブな予想をするということですね。どうせ何をやってもうまくいかないで、やってもないのに文句言うなってところに突っ込みたいんですが、どうせ何をやってもうまくいかないからいいんだよいいんだよっていうふうに思っちゃう思考のことです。それから続いて肯定的な予言。今度は反対で、根拠もなしにポジティブな予想をするということですね。なんか好きなことをしてれば人生うまくいくっしょみたいなタイプですね。まあ、うまくいけばいいんですけどね。まあ、楽観的なタイプの人っていうのは結局、なんかこう30代、くらいまでなんとか通用するんですけど、40代50代になって手元に何も残らない虚しい人生を過ごすっていうのが、まあ、結構統計的には多いらしいですけどね。続いて破局化ですね。これは常に最悪な予想をしてしまうということです。もうノルマを達成できなかった、私はクビだってね、まあ、せいぜい女子に怒られるくらいで済むんですけど、なぜか職を失うことまでを想像してしまうという、そんなタイプです。それから自己奉仕バイアス。12個目は、成功は自分のおかげだが失敗は他人のせいと考えるってね、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものっていうタイプの人です。まあ、要は自分に甘いってことです。そして続いて拡大化。これはまた別視点ですね。8つ目に紹介した拡大化とはまた別視点の話です。実際よりも問題を大きく見えてしまうということですね。体重が 200g 増えた、太った、終わりだっていうね、感じですね。だから拡大化でも深いか広げるかっていう、そのどっちかっていう感じですね。そのどっちもあったらよりやばいっていう感じですけどね。例えばどうだろうな、体重 200g 増えてもう太ってしまった、終わりだっていう、なんか自分に対する深さと、それをこう他に転換していくと、自分の体重が増えたせいで船の揺れが大きくなって転覆する可能性が高まってタイタニックみたいになってしまうみたいな、ね、感じですね。はい。でそれから善か無か有効っていうところなんですが、全てを手に入れないと意味がないと。だから1位を取れなければ存在価値はないっていう感じですね。まあ、よくあるのがなんか、日本で一番高い山はどこだって聞かれて、富士山です。じゃあ2番目に高い山は、わかんないです、そういうことだって言ってね、どういうことですかって聞いたら、1位はみんなが知ってるけど2位以下は誰も知らないんだよって、ああそうですかっていうのを、こういう話をね、なんか電車でやってるのをこう聞きながら、隣にいるこうやらしい僕はね、2位は北だけなんだけどなって思ったりとかねそんなことはまあどうでもいいか。はい。まあ要は1位は結構リーチされやすいけど、2位はまあなかなかね、知らないっていうケースが多いんじゃないかっていうところですね。だからそうならないように1位じゃなくちゃいけないっていう、こう脅迫観念にかなれてませんかっていうところです。それから15番目は過度の一般化ということで、ある場面で通じるルールっていうのを全てに当てはめてしまうと。例えば常識的に考えて、普通はメールを1時間以内に返すだろうみたいなね、いう上司がいたりするんですけど、ほっほーって言って、メールっていつでも返すことができるし、自分のタイミングで仕事をできるようにしてる仕組みなのに、なんで電話みたいな応答をさせるんですかっていうような考え方が、まあ我々世代はあったりするんですけど、ね、はい。まあそんなことはどうでもいいと。だから自分の常識を他人に当てはめたがるのが過度の一般化って言います。それから16個目は過小評価ってことなんですが、自分のしたことを必要以上に見積もってしまうと。で、まあノルマ 100% 達成したけど、こんなの当たり前だしな、てんてんてんって、100% 達成できる人が全体の中の何%いるんだって話なんですよ。例えば100人いて3人しかいなかったら、ノルマ 100% 達成したのってすごい価値あることじゃないですか。でも 100% ってどうせ会社が与えている最低限の目標なんだから、そんな達成できて当たり前なんだよなっていうふうに考えてしまうと、自分の自己肯定感っていうのが下がっていってしまって、何達成してもなんか幸福感じゃないってなっちゃうんで、注意しましょうってことです。それからサンクコスト、埋もれたコストっていうんですよね。自分が投じたお金とか労力をベースに未来の行動を決定するっていうことですね。例えば半年前に英会話教室にあなたが入りました。で、半年経ったけど全然英語も喋ることできないし、なんか文章も読むことができないんだけど、ほとんど成果出てないんだけど、お金を払ったから続けた方がいいよねって、もう完全にコストもう無駄にしてるわけなんですよ。だけどなんか一度始めたからもったいないしって言って最後までやっちゃうっていうところなんですね。それからモラルライセンシングっていうのが、一度いいことをしたから悪いことをしても構わないって、これは、まあ、なんて言うだろうな、別で紹介するチートデーとかの話だったらいいんですよ。例えば1週間
のうち6日間は運動とか食事制限をします。でそのうち1日はチートデーということでカロリーを気にしないで好きなものを食べまくるってこういう設定とかだったんですけど、普段からなんかちょっとした些細なことで1回いいことをしてから悪いことをしても構わないとかっていうのはアウトっていう話です。例えば運動を1日、まあ、30分やったからパフェ1個食べてもいいよって30分で消費できるカロリーと1回食べるパフェの摂取カロリーと考えたら、もう圧倒的にパフェの方が大きいのに、なんかもうちょっと運動したから自分にこうハーピーっていうのをやっちゃうっていう、そんなタイプですね。これ結構やばいです。体にやばいです。それから高すぎる基準っていうことで、失敗を防ぐためには完璧でないといけないっていう考え方ですね。だからもっと努力しないとミスを犯しちゃうから、もっともっとこう事前に準備をしとくんだとか努力するんやーって言って体を壊しちゃうタイプだったりします。そして本日のラストは社会的な拒絶への過剰反応っていうことですね。ちょっとした相手の反応にビビりまくるっていうね。例えば同僚とか友達とか先輩とか上司とか部下後輩に声をかけてみたら、なんか冷たい反応が返ってきたと。ってことはあの人は私のことを嫌っているっていうふうに思い込んでしまうっていう、そんな考え方っていうところですね。はい、ということでね、今日は前半20項の紹介をしてきました。また明日ね、後半20項を紹介していこうと思いますので、今日当てはまらなかった認知的歪みっていうのがなかったとしても、もしかしたら後半にあなたが抱えている認知の歪みあるかもしれませんので、まあ、メンタルを良くするためにもこの認知の歪みっていうのを把握して、そうしないために心がけるっていうのをぜひやってみていただけたらと思います。ということでまた明日後半でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。